サンドの飯よりホイコーローが好きで、サンドのホイコーローより高畑充希が好き、のりょうと申します。さあ、今回はこちらのゲームヘルポイントというゲームの体験版なんですけど、毎日投稿単発実況シリーズの何日目や5日目かな、そしてやっていきたいと思います。このゲームね、どういうゲームかっていうと、まあ、ダークソウルとかブラッドボーンみたいなソウルライクの死にゲーなんですけど、平たく言えば SF 版ブラッドボーンみたいな、まあ、そんな感じのゲームみたいです。だけどね、この手のソウルライクのゲームってね、今まで結構やってきてるんですけど、やっぱりフロムさん以外のメーカーさんが作ってる死にゲーってやっぱりちょっとバランスが悪かったりして、なかなかね最後までよくできないんですよね。だからまあ今回体験版やったら単発でできるし、ちょっとお試しにやってみようかなという感じなんだけど、ほんとね、僕この手のゲームにはすげえうるさいから、なんかちょっとバランスおかしかったりしたらちょっとすぐ萎えちゃうんですよね。だからまあこんな僕を満足させることができるのがすげえ上から目線やけどこのソウルライクゲーマイスターであるこの俺を満足させることができるのか、ちょっとやっていきたいと思います。というわけでやっていこう。レッツスターターアンドギー。名前を入力してください。スポーンに名を授ける。オッケー、これでいいべ。装備を選択しよう。標準ヘビーファイター、あーちょっとこれブラボっぽいから、このブラボっぽいやつでいくわ。ちょっと今ブラボやってるやんか。どういう世界かに、マージの事故から数十年が経過した。マジってなんだ、マジってなんだ、マジっすかみたいな。いや、わからんわからん、そんなん言われても。お前のおとんがどこで死んだかも知らんよ。イリドノボってなんだ。ストーリーの出だしとしてはまあ3点ぐらい。誰こいつ、ウルトラマン、変な気持ち悪いウルトラマンみたいな。すごいな、これはじめ社長の手形ちゃん、スライムつけて手でベーンってやってる。首折れてんだお前、きっしょいな、なんか世界観主人公のデザイン自体そんな嫌いじゃない。神とかあんのこの世界に。神って概念ちゃんとあります。はい、始まりました。あー、ナイフ系か。オッケー、ほんなら×ボタンのとこでジャンプして、完全に、あ、これまるでローリング、あ、 TPS なるんや、それちょっと、あー、なるほどな、 TPS になるんだ。あのブラボーみたいに打つ感じ、なんで打たんでって。なんか俺 MP みたいなの使ってるな、これ。青いゲージ使ってるわ。なるほどな。これなかなかちょっと難易度高いやつ選んだかもしれない。絶対縦やった方がいいよな。で、これなんなん、はじめ社長の手方。検査しよう。十字キー下で回復する。OKOKOK。十字キー下で回復。あ、なんか受け継ぎみたいなんな。これなんだ、登る。おお、斬新やな、これ。シュッ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 。斬新すぎるこのはしご。はしごっていうのかな、えいえいえい、はい。面白いな、これ。LT でダッシュ。LT でダッシュ。あー、ダッシュジャンプ。これダッシュして、ジャンピングピーポー。うん。結構飛ぶんだね。高速攻撃、強力な。あ、なんかいる。なんかこいつ、キッショ、あ、キッショこいつ。ほら、この野郎お前。ちょっと待って、俺、装備変えさせてもらっていい？オッケー、これでいこう。あ、こっちのが全然ええわ。ちゃんとしてる。なんか一瞬止まったけど。さっきのやつなんかもうやる気なかったもんな。あのナイフみたいなやつ。あれやる気なかったもん、あいつ。なんかシュンシュンシュンみたいな。こっちはズバーズバーって感じ。もう完全に殺すつもりで切ってるから。やっぱあの殺す切りがなあかんからな、こういうゲームって。ほい。で、この辺やったっけ？あ、なんか声聞こえるわ。いやいやいや言うて。いや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 ー、こいつやな。きっそいな、こいつ。あ、ちゃんとあの死体もこうやって動くんやね。その辺もディスペクトしてんのかな。ピックアップ。アクシオン、ソウルかな、アクシオン。あ、敵いるわ。いや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 、これ上上がって、あ、でもちゃんとしっかりしてるわ。なんか思ったよりしっかりしてるで。レスポンスも割といいしね、これ絶対。あ、またいるわ、あの手のやつ。上押してオムニキューブ。あ、ライトや、いいね、これいいね、ずっとつけてていいんじゃない。はいはい、これって強攻撃あるやんな。あるある。あ、なるほど。居合みたいな感じ。スティームのね、評価は割と良かったよ。まあ、Xbox でやってんやけど。スティーム版の評価は割とね、良かったですね。これ落下攻撃あんのかな？ないか。空中攻撃あんのかな？今の感じ言ったら。ジャンプできるやんか。だからジャンプして、あ、これあるわ、カブトアリ。なんか空中で強攻撃で、落下攻撃なんや。裂け目を安定。あ、これかがり火かな？ほう。おしゃれかがり火よ。これレベル上げれんのかな？上げれる、レベル。オッケーオッケー。体力、スタミナ、エネルギーっていうのが MP な。ドゥーン。おー、結構、
いろんなソウルライクやってきた中で、割といい部類に入ると思う。あかんやつほんまにあかんかん。電車みたいな。あ、なんやねん。なんやこいつ。なんだてめえこの野郎。ちょっと強さなやつ来た。ちょっとカクつくな。はい、お疲れ。でも普通におもろい。普通におもろい、思ってたより。あんまり期待してなかったけど、普通におもろいぞ、これ。こことかちょっと怖いね。ホラーゲームの要素もあんのかな。近接ダメージを与えるとエネルギーと復元ゲ、復元ゲージって何ですか？復元ゲージっていうのが増えるんだって。なんかでかいのいいんだよ、あれ。やるしかねえだろう。上がってこいや。気持ち悪いな、こいつ。なんかひらひらしてるやん。なんか、レースみたいになってる気持ち悪いな、これ。あ、でもそんな強くない、こいつ。バックスタートがないんだよ。あ、でも色が高い。あ、痛い。やめろやめろ。でもしっかりプレイできるわ。はい。はい、お疲れ。気持ち悪いこいつ、なんでこんな皮がレースみたいになってんの。めっちゃ気持ち悪いやん。今んとこ不満は特にないですよ。まあビジュアルはだいぶ好き嫌い分かれると思う。これ落下しか狙えないのか。はい、倒して1対1に持ち込めばもう楽勝だべ。はいはい。あー、これってもしかしてあれかな、この輸血液みたいなやつ。敵攻撃したら周りの輪っかが増えてって、輪っかマックスまでせえんかったらこれ輸血液増えないのかな。そんな気がすんねん。かねてから合意されていたようにソウルキッチンは今晩行われています。更新するにはひどい夜です。何を言うてんの。やっぱちょっと翻訳がね、残念なとこやっぱあるよね。怪しすぎんなこれな。こんな広くて敵出てこないこと絶対ないからな。絶対どっかになんか変なやつへばりついてる。あ、こっから出てくんな絶対に。間違いなくこの金色のやつ取ったら出てくんな。精錬カモちょっと出てくんぞ、出てくんぞ。今、いたよな、ここに。あ、いた。そうね、で。まだちょっと未完成なの、その辺は。その辺はちょっと未完成。はい。こいつ遠距離攻撃持ってる。あ、ちょっとデコピンやってくるわ。デコピンになんか飛ばすの、こいつ。いや、気持ち悪いね。あ、なんか、やー言うてる。やー言うてるわ。ほら。あ、お疲れ。うん、まあここはこんだけだけかな。と。で、俺何ゲットしたの、さっき。多分鍵かなんかやんな。これ、ほんまキモいな、デザイン。なんかこういうの好きやでな。デッドスペースとかドゥームとかそうやけど、海外の人ってこういうの好きやでな。俺あんま好きじゃないんだ。なんか玉出てしもてるけど、あ、これでよかったんや。このジッパーいいよな。こういうの好きやで俺。こういうのは好きやで俺。絶対まだおるやん。絶対敵いるよ。あ、ほら、いや言うてる。ほら絶対来ると思ったもんね。いや言うてる。あいつなんなん、寄生生物的やつ。あ、下にいるわ。登っては来れねえべ。あー、次のかがり火欲しいぞ。こんにちは。ん？敵がいねえわけねえんだよな。これアイテムつられてきたな、みたいな。ちょっとなんかホラーゲーム感あんな、これ。カーボンスクラップや。なんかホラーゲー感あんな、ちょっとな。あ、ややいるわ、やや。やや、お疲れ。やいや、一匹だけやったらそんな強くないんだな。ちょっとね、回復アイテム貴重っぽいから、あんま使いたくないよな。あ、ちょ。なんか、あいつ何？ブーエベストキル。何やこいつ。なんか、ヒラヒラなやつ多いな。これ硬い。遠距離系のくせに結構硬い。なんだこいつ。お疲れ。遠距離マンのくせに硬いよな。遠距離マンって大体柔らかい。これまた取ったらやっちゃうの。いや言うてるもん。ほら。こんてこぴんなんの。指の骨出してんの。おい、お疲れ。ただまあ、ソウルライクをやってる人間の、あれじゃないよ。苦戦するようなゲームじゃないよ。いや、気持ち悪いよ。わ、ホラーゲーじゃん。これホラーゲームなの？割とホラーゲームっぽくはあるよ。敵のデザイン、うわ、ちょっとホラーゲームじゃん、これ。結構怖い。結構割と怖いよ。か、いつの間にか俺さ、これ輸血液増えてるってことは絶対そういうことやな。これ敵攻撃して輸血液回復すんねやん。おら！うわ、やった。やめてください。あらや。回復。あ、なんか増えてるよ、左上。いや、これデザインはほんま人選ぶけど、で、僕もそんな好きじゃないけど、ゲームとしてなかなか、ちゃんとしてるぞ。ソウルライクの中で。なんか揺れてる。なんで揺れよんの、こんな。マナーモード。
全然マナー良くないマナーモードやってな。いや早く俺あれ欲しいねんけど、ほんまに休ませてもらうな。そろそろ古代戦士の汁、お、来た、新しい防具や。あ、このなんか穴が出てくるんだこいつら。古代戦士のシールドゲッチュ下がるじゃん。安定性、安定性下がるけどスタミナ再生増えて重量はダウンするのか。シュルルーっと、あ、戻ってきただけやな。で俺なんか金庫の鍵みたいなゲットしたけど、それどこで使うの。あ、またヤヤいるわ。いやちょっと待って、これボス部屋じゃねえの。じゃあとりあえず一回行ってみようかな。ボスやろあれ絶対に、どう考えてもボスやから。まあとりあえずさっくりやっちゃおうか。まあね、今まで散々いろんなソウルライクやってきてるんでね、ノーデスで今回の単発実況終わらしてみせますよ。ボスじゃねえの、あ、ボスじゃねえの。はい、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 はい。雑魚戦か、雑魚のラッシュのやつか、これ。でもこいつら一気に来られるとしんどいな。一気に来られるとちょっとそれがしんどい、これ。ちょ、あの、やいや、さっき片付け、やいや。いや、早来いで、お前、デコピン。デコピン早来い、お前。やいや、片付け。じゃ、どんどん湧いてくる。ん？どんどん。嘘やん。それきついっすよ、僕。ちょ、すいません。それきついっす。はい、注射。首に打つんだね。どんだけの、ちょっとお前、これは。いくらなんでも数の暴力っつうか、え、ちょっとどんだけ増えんのお前ら。え、嘘やんえ、嘘やろ。これは違う、これは違うわ。いくらなんでも、え、これがボス戦ってこと、もしかしてなんかアクションゲットした。そんなことないやろ。あ、もうそんな、もうそんな、お前処理落ちしとる、処理落ち。おかしい難易度。スポーンは死亡した。すごい足荒ぶってたけど。あ、まあボスのどこまで、ちょっと待って、誰やこいつ。あ、もしや俺のソウルでは幽霊を倒しました。ナチュラルに幽霊、これさ多分あんまり移動したらあかんか。もう速攻でちょっと、ごめん、速攻で行くわ。ダラダラしてたらあかんってこと。ほらちょっともう攻めろ。オッケー、もう攻めろ。ゴリ押し、ゴリ押し。そういうことやろ、これ。次出てくる前にもう早倒せってことや。でもあそこまで行ったことはもう収集つけんから。ほら、ゴリ押し。もうこんなん絶対、これが通用するつけんさ、正直あのソウルライクの失格ではあるんだけど。通用したらあかんよ、これは。ちょ。なんだこのゲーム。俺のソウル。丘にやがった魚みたいにピチピチすんなよな。まあやっぱりフロムさんにはどこ及ばないのかなっていうところだね。やっぱりね、まあ金がね言ってるけど、このソウルライクのゲームっていうのはやっぱりあのフロムさんの類まれなあのゲーム制作のセンスというか、やっぱりあのレベルデザインの質の高さがあってこそ成立するジャンルやから、やっぱりね、なかなか他のメーカーさんが作ったものってね、うまくいってないんですよね。申し訳ないけど、めっちゃ上から目線やけどね。他のメーカーさんの作ったソウルライクで面白かったのって言ったら、ほんまに2王ぐらい、2王2ぐらいしかね、あんまり思い浮かばない。あと、まぁちょっと横スクリーンになるんやけど、ホローナイトとかね。本当にあの辺ぐらいしかね、いや、これはすごかったなっていうのがなかなかないからね。まぁ今回もあれだね、まぁ体験版で遊べてよかったかなって感じだね。製品版買ってからやったらちょっと後悔してたかなっていう感じで、まあちょっと辛めに俺言っていくからね、本当にソウルライクに関してはちょっと辛めに俺言っていくわ。これからもね、体験版でこういう系統のゲームが出とったらやっていくことあるかもしれないけど、まあだいぶ辛めにジャッジしていこうと思う。なんかレビュー動画みたいになったけどさ、いやでもなんか字は悪くない、字は全然悪くない。もっとブラッシュアップしていただいてね、制作室なんかめっちゃ良くないな、本当に高みを目指してほしい。だけどね、最後偉そうなコメントになったけど、今回ここまでということにさせていただいて、そして今回も最後までご覧いただいた方は本当にありがとうございました。だけどね、See you next time, bye bye. 次回はまた別のゲームでお会いしましょう。次回また遊びに来てな。ほな。